ラーメン屋の多店舗展開してるオーナー、改造したベンツ乗りがち、改造 YouTuber のチェです。よろしくお願いします。シリーズ勝手に作ってみた。いや、どうですかね、ちょっとそこは言えないかな。だいたいベンツマットにしてます。チェアラシカコ言ってないです、やっぱり。ねえねえ、エルメスって意外におしゃれで手軽なものめっちゃあるよっていう回でーす。意外と5万円以下で買えるものがあるので、今回5万円以下のものを紹介したいと思います。そうですね、5万円で結構まあ金額的には高い金額なんですけれども、まあここぞっていう時に、まあ、5万円ぐらいのプレゼントってなった時にはエルメスとか選ばれてもいいかもしれないです。プレゼントする際にとかもそうですし、自分で使うものとしてちょこっとこう持ってたら、あ、それエルメスだったのって誰かに気づかれたらめっちゃかっこいいなと思います。ではですね、1枚から見ていきたいと思います。レディースのバッグ&スモールレザーグッズ、これをちょっと検索してみますね。その中のスモールレザーグッズですね。でエルメスってもともと革製品に強いので、結構小物の展開もすごく多いです。そう、これが紹介したかったんです。ノートですね。ノートのレフィリって書いてあるんですけども、手帳とかもこう年々こう変えていかなきゃいけないので、このレフィリっていうのが必要になってはくるんですけども、全然そのまんまでもかっこよく使えるので、単体で使ってみるのもいいと思います。下は4000円ぐらいからありますよ。で、1万円以下。でそれが今品物が近くにあるのでご紹介したいと思います。じゃん、こんなしっかりとしたノートです。エルメスのロゴが入ってます。中はね、何の多分変哲もないような普通のノート。あ、でもすんごい上質です。なんかザラザラしてる上質紙っていうんですかね。もしプレゼントする際にはまあ一言添えた方がいいかもしれないですね。これレフィルなんだけどもっていう話をして、ただそのままでも使えてかっこいいからって言ってプレゼントしてみてもいいかと思います。結構レフェルっていうところもあればリフィルっていうところもあるので、多分発音の違いだと思います。レフェルです。でこれのカバーなんですけど、もともとついていたものがあるのでそちらも紹介したいと思います。こちらです。すっごい可愛い色ですよね。ローズアザレっていう色なんですけども、結構エルメスでは人気のお色味です。名前が個々についてるんですね、エルメスって。ピンクをくださいって言ってもこういった同じ色味っていうのは出てこない可能性もすごい高いですし、あとこう買う年によってもそのピンクのこう色の名前っていうのがどんどん変わってきてしまうので、ローズアザレで、これですね、これこういう感じでめっちゃ可愛い。これ持ってたらいい女の人っぽいですよね。これね、バッグからポンとこうやって出てきたら、でよく見たらエルメスだったらめちゃめちゃかっこいいと思います。大体5万円以下ぐらいで買えます。このカバーですね。私ピンクとかあんまり持たないですけど、黄色でしょ、そこは黄色気にしてないってで、こちらです。エルメスのブレスレットです。レザーのこれはだいたい20年前ぐらいのものみたいなんですけれども、だいたい 4、5万円で販売されてたであろうものですね。こういったエルメスのブレスレットってすっごい人気なんですよ。で、T シャツとかに本当これするだけでも本当に可愛いですし、これ多分ブルージーンという色だと思います。ちょっと20年前ぐらいで色がくすんでしまっているんですけども、おそらくブルージーンという色だと思います。ブルージーンそう、で、これがエルメスでは代表的な色ですね、ブルージーンという色が。で、もう一つ紹介していきたいと思います。じゃん、これなんでしょう。
これ実はですね、笛なんですよ。エルメスって、なんでそれ作ったっていうものが結構あるんで、これペンダントですね、多分。5万円以下で買えるので、4万8千円ぐらいで購入できます。なりますよ。これ、商品なんで、できないんです。てーってやつですか？てーってなります。あと何だろう。では、あと最後に、私物なんですけど、じゃん！黄色。これ可愛いですよね。ポーチなんですよ。で、素材がこうウェットスーツみたいな素材なんですけど、これ毎日使ってます。これだいたい4万円前後です。そう、本当に普通のポーチなんですけど、ここに取ってこうって書いてあるだけなんですけども、やっぱりエルメスの力っていうのはすごいですよね。だけど中が可愛い。中のさ、このここわかるかな、こういったね、ちょっとおしゃれなところがまたいいですよね。いや、色は名前はついてないと思います。これ黄色ですね。黄色すごい好きですね。気にしてないです。ロレックスの人気モデルの価格遍歴、上がってんの下がってんの。16610 の次のモデルとなってます。はい、ためになったなと思った方はチャンネル登録といいねボタンお願いします。かわいいです。視聴者プレゼントですか？いえ、違います。絶対にあげません。